皆さんこんにちは。瞑想中のチャンネル、赤又かぎゅうでございます。今回はですね、ランチ動画なんですけども、今までとはちょっと違ったシチュエーションになっております。このお店はですね、卵サンドで有名なツバメパンというお店なんですけども、ちょっと訳ありでですね、いろいろ探している中で、姉又に紹介してもらいました。お店の中はこんな感じで、結構広いですね。このカウンター席の他にですね、たくさんテーブル席もありました。テーブル席はほぼ満席でしたので、お客さんが映らないように撮影しております。大きな窓になっていて、店全体がですね、すごく明るい雰囲気でしたね。そしてですね、窓の向こう側にはですね、屋外のテーブル席もありました。そろそろ店の外で食べてもちょうどいい気温になってきましたね。このちょうどいい感じっていうのが、最近は長続きせずにですね、急に寒くなったりするんで、今のうちに楽しんでおかないと、もうすぐに外に出るのが億劫な季節になっちゃいますね。こちらがメニューなんですけれども、その中にですね、このお店の名物料理、オムレツサンドがございます。まあ自分は卵サンドだと思ってたんですけども、名前はオムレツサンドなんですね。お店全体の雰囲気はですね、女子力高いなっていう感じでしたね。実はこの日はですね、まあ、ちょっとした接待までいかないんですけどね、遠くから私の、まあ、取材っていうか話を聞きたいということでいらっしゃった方と打ち合わせをした後のランチなんですよ。こちらはカフェオレですね。夏の間はですね、ずっとアイスカフェオレ注文してたんですけども、気づいたらホットを注文しておりました。この日はですね、日差しは明るかったんですけども、結構涼しかったんですよ。担当の方が女性だったので、姉又にですね、女性にランチをご馳走するのにいい店ないって聞いたら、ここを紹介してもらいました。今見えてるのが私が注文したバタートーストですね。右側に見えてるのが蜂蜜の容器です。その向こうに見えてるのが今回のお客さんが注文したフレンチトーストですね。この蜂蜜はですね、バタートーストに好きなだけかけて食べるというシステムになっております。これはですね、バターだけでも美味しそうですね。先ほどのオムレツサンドだけだとちょっと足りないかなということで、それぞれもう一つ注文した結果がですね、このトーストとフレンチトーストだったんですよ。今回のお客さんですね、撮影に協力してくれました。これがお客さんが注文したフレンチトーストですね。メープルシロップとクリームがついてるんですかね。これもすごく美味しそうですよね。ちょうどいい焼き具合という感じです。パンというよりはちょっとケーキっぽい感じもしますね。これも今ですね、お客さんに撮影してもらってます。実は私ですね、何冊か本を出版しておりまして、その中で1冊だけですね、まあまあのロングセラーあるんですよ。でそれに関してですね、年に1回ぐらいですね、話を聞きたいって、まあその取材の申し込みあるんですよね。で今回もそういう話でした。ちなみに私ね、その NHK のね、番組を作っているとある会社からも取材の打診受けたことありますね。まあそれ断ったんですけどね、何冊か本出してる中で1冊だけですね、まあバカ売れはしてないんだけども、ずっと売れてる本がありまして、それって結構ですね、興味持つ方がいらっしゃって、いろいろな形でのアプローチがあるんで、たまにこういう機会があるんですよ。だいたいメディア関係の人って東京から来るんですけれども、まあ食事とかってことになると相手がおごってくれるんですよ。ですけども今回はですね、結局お断りすることになりそうなんで、まあせっかくだからってことで私の方がお昼をおごると。ということでお店の選定もですね、こちらでしたんですけれども、なかなかおしゃれでですね、お客さんにも喜んでもらいました。そしてこちらがですね、今回のメインなんですけども、このお店の名物料理です。オムレツサンドですね。これを一人で食べきるのは結構大変そうなので、シェアしたわけなんですよ。これがですね、なかなかの大きさなので、このままかぶりついたらですね、中のオムレツがはみ出してきそう。
なのでどうやって食べていいかわからないんですけども、実はですねこのお店のお客さんはですねほとんどの人がこれを注文してるんで、他の人がどうやって食べてるのか見ながらですね、ああこうやって食べればいいのかっていうのがわかります。ということで今度はですねカメラを固定して撮影しております。断面はこんな感じで、もう中にはふわとろの卵がたくさん詰まっております。でこれはですね最初はそのまんまかぶりついてみようかなと思ったんですけれども、一口食べてみて分かったのは中にかなりチーズが入っております。そしてですねこのまま食べ続けると卵が溢れ出てきそうなんですね。ということで他のお客さんがやってるのと同じようにですねナイフで切って小さくしてから食べることにしました。確かですねパンにナイフを入れるのは不作法だと聞いたことがあるんですよね。まあ本当にそういうマナーがあるのかよくわからないですけども、まあそう言われてるのでパンをナイフで切るのはいかがなものかと思ったんですが、まあみんなやってるので私も真似してます。そしてですねこの中に入ってるチーズがですね思ったよりも多いんですね。そしてそのチーズがですね想定外の弾力があってですねギューって伸びた後全然切れないんで結構苦戦しました。ただこのチーズがですね卵と一緒になって普通の卵サンドとは全く違う濃厚な味わいになってるんですよ。濃厚というかな、なんだろう、卵サンドだけよりももっとコクがあるっていうんですかね、そういう味わいになっておりました。ということで私としてはですねこのサンドイッチすごく美味しかったんですけども、まあお客さんの言うにはですねチーズがない方がいいっていう風に言ってましたね。なのでこれは好みによると思います。人によっては軽い感じの方がいいっていう人もいるのかもしれませんね。確かチーズなしも注文できるみたいなので、もっと軽い卵だけのを食べたいっていう方はですね注文するときにチーズなしを注文するとですねまた味わいが変わってくるんじゃないかなと思います。ちなみにこのお店にはですねテイクアウトの商品も結構ありました。パンも売ってましたね。ということですごくおしゃれだったんですが、お客さんはですねもう8割9割は女性でしたね。ということで男一人で入るにはちょっと勇気がいるかもしれませんけども、料理はどれも美味しかったです。このお店はですね他にも店舗があるらしいので、もし機会があればですね一人で行くよりは二人で行って、卵サンドは卵サンドじゃないかオムレツサンドか、これはですね二人でシェアするぐらいがちょうどいいかなと思います。一人で二つを食べるのはちょっと重いなって感じなので、二人とか四人で訪問するとちょうどいい具合になるんじゃないかなと思います。ということで今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。それまで皆さんごきげんよう。